界の世界はポケモブをゲットできる世界。もちろんゲットしたモブは自分の仲間として協力してくれるということでやっていきましょう。あ、どうも新参者です。葉山梨郎です。ということで今回はなんと今回マイクラリレーに呼ばれることになりました。イエーイ。本当に俺で合ってる連絡先。今回のねマイクラリレーのテーマが君の世界を形にしようっていう感じなんだけど、まあ、僕の世界いやなんだって悩んだ時に、あ、俺新参者だから何も積み重ねてないやと思って。だからね今回マイクラの方にフォーカスしてやってこっかなって感じなんだけど、今回の世界がモブを協力できる世界、いろんなモブをね見ていきたいなと思います。こんな感じでのそーって感じでブロック掘れ、あ、ん？雑草だけ掘れるのかな。普通のブロックほらこんな感じで掘れないんだよね。でモブに攻撃もほらできないと。ってことでこのねこれ持ってるやつ、ほい、これなんだけど、この木のボールみたいな、これがマイクラボールって言って、これでモブを捕まえることができる。まあ、だからつまり簡単に言うとポケットモンスターってことだね。うん、マイクラ公式のリレーの動画でポケットモンスターをやっていくってことです。で今回それでエンドラ討伐していこっかなって感じなんだけど、まあ、ちゃんとやっていくとガチでモブ倒せたりしないから、食料も手に入んないしブロックも集められないから、捕まえられるモブを捕まえていかないといけないんだけど、こうやって捕まえられる？あ、やっぱモブによってあれか、変わる系か。あ、ゾンビ捕、いやゾンビは捕まえられただろう。あ、ゾンビ捕まえられないらしいです。鳥も無理か。はじめにちょっと捕まえられるモブを早く探さないと。ちょっとね、牛が捕まえられるらしいんだけど、牛を探さないといけないけど、もう走れない。豚もダメだ。あー、手つきに殴るのもできない。あー、いた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 。牛がね、そう捕まえられるから、これで牛に投げる。外した。投げる。おお、待って、これでマイクラボール牛オッケー。でで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 、牛ポケモンをゲットしたのか。これ待って、牛ポケモンさ出せる？おい、なんかできる。こいつ殴れたり。あ、待って、これそういうことか。いくよ牛。あ、これ何体でも出せるか。これ俺が出した牛ポケモン、牛ポケモンを食べれるっていう。あ、だ今回の食料枠これってことね。オッケー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 、食料問題解決。まあ、さっきねこっちの方にねアカシアの村があったから、村人らへんも行けそうだから、ちょっとそこらへんを捕まえに行くか。ここらへんに村があったような気がするんだけど、え、なんか おしゃれ。え、ポケモンの村みたいになってるんだけど、マサラタウンか。村は村人とゴーレムが行けるらしいから、ちょっとその2体を捕まえよっか。到着。あ、肉とかも入ってりゃ取れるみたいな感じか。あ、いたいたいた。オッケー、村人さんゲットしていい？あ、あ、でもゲットするけど、これで、はい。オッケー、村人ポケモンゲットで、ゴーレムを捕まえちゃうか。うわ、すげえ、マジでポケモンだ。こいつら何してくれるんだろう。普通に攻撃してくれたりする。ほい。あ、なんかどっか行っちゃった。ほい。あ、すげえ、待って、攻撃してくれてるか、くれてるわ。あ、すごい、俺攻撃できないからこいつらに任せればいいのか。ゴーレムも同じ。はい、お前何もしない。え、夜になったんだったら敵モブとかに投げればゴーレムいけるか。村人は血気盛んだから何でもかんでも攻撃し始めてるけど、あ、でもこいつずっと出しとけばさ、俺の身の回りのやつ全員攻撃してくれるでしょ。あ、待って、あ、ゴーレムいってる。あ、待って、助けてゴーレム。あ、強い、多分村人よりも攻撃力高い。いや強い、これは。え、むしろ普通のマイクラより楽なんじゃない。あ、待って、クリーパーもゲットできるんです。オッケー、マイクラボールクリーパー、これは、あ、なるほどね、出してちょっと右クリとかキーを押すとそこ一帯を爆発する。じゃあブロック破壊はこいつでいけるのか、ブロック壊すとか。もう結構じゃあ揃ってきてんじゃない。でもサクッといけんじゃない、エンドラ討伐。クモ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 、あー、うるさいうるさいうるさい。どうしたどうしたどうした、大丈夫か。待って、こいつら倒される前にクモゲット。クモもねゲットできるから、召喚。こいつは戦ってくれたり。あ、クモは乗れるんだ。あ、待って、しかもさ、クモの巣を設置できる。え、
これだから移動速度を低めてあいつらに全部戦ってもらえばいいんだ。え、しかもさ、普通の雲のなんか挙動もできない。こことか例えばほら、普通の雲の移動もできるってことか。オッケーオッケー、頼もしい仲間が増えてきたな。オッケー、そしたらちょっとね、いろいろとまだ全然ゲットできそうだから、いろんなモブをちょっと探しに行くか。あ、そう、移動してる時にちょっとさ、思い出したんだけど、今回マイクラリレーでいろんな人が出てるんだけど、チャンネル名のね、横にね、マイクラってつけてんの俺だけだった。なんか、あれ？そういうこと？で、この狼。狼がさ、捕まえられるらしいから、これでゲット。いや、これを、下の模様も可愛いな、普通に。え？どれ？なんか他のやつはクリーパーとか牛とかわかるんだけどさ、これ狼のやつなんだけど、誰？で、このおじさんを投げると、狼が出てきて、あ、怖い、なんか怒ってる。あー、近く、まあ村人と同じか。可愛いな、お前な。お肉あげる。あー、ミツバチ、いた。こいつも捕まえられるから、オッケー、一発でゲット。これで、召喚。これは？ははは！あ！え、なんかした今。俺殴った？いや、殴れないよね。あ、なるほどね。こんな感じで、乗れるけど、重くて5秒ぐらいで消えちゃうのか。いや、俺そんなデブ？ま、ちょっとでも局所的すぎるな。あまりにも使える時間が短いから、ちょっと渡る。え？あ、地面だとめっちゃ速い。そしたらちょっとね、強めのやつゲットできるんだけど、森の羊羹に行かないといけないから、まあ、雲の方がいいか、死なないし。雲で行っちゃおう。うわ、なに、お前暴走すんな、バカ。ボール。オッケー、これで、あん中にいるやつをゲットしに行くぞ。正門から入るか、今回は。オッケー、正門来たから、ここで自分バトルをしに行くか。おー、びっくり。オッケー、行け。ボルム。よし。ジムバトルといえど、こっちは別にね、何体でも召喚できるからね。ナイス！オッケー！やっぱ物量が最強だ。エヴォーカーが欲しいんだけど、ジムリーダーいないかな。あ、いた、あいつは、ちょっと俺が捕まえたい。えっ！じゃあ、よし、オッケー！捕まえた。うぅ！待って、死ぬ、あ、やばい。オッケー、助かったか。あ、手に入れてる。エヴォーカー、オッケー！ここのジムもじゃあ制覇か。よし、お前ら戻るぞ。結構原始のモブは捕まえまくったんだけど、あと1匹がね、あ、出てる。ファントムがね、捕まえられるらしいから来いよ。来てみろや。ファントムがちょっと倒される前にゲット。オッケー、よし、これで原始のモブは多分ね、全員捕まえ終わったと思うから来い。お、ファントム、こいつは、はい、神。うわ、神。来たー。そうだよね、もう空飛べるよね、こいつは。待って、水の中、やばい。最強の乗り物ゲットしたな、これで。ネザー行きたいんだけど、自分の味方のゴーレムとかさ、倒せばいけんのかな。そのバケツだけ作ってみたいのをしたいんだよね。ちょっと試してみるか。これをちょっと俺の唯一の自分で行けるクリーパーの攻撃手段でやって爆発。あー、落ちてないな、鉄は。でも一応これで掘っていけるから、それで鉄探しちゃうか。いや、待って、そうだ、わざわざ採掘しなくても村とか廃坑とかからゲットしちゃえば別にゲットできるのか。寺院とかそっちの方向で行こう。多分そっちの方が早いわ。いや、マジファントムが楽すぎる。いや、これやったらもうミツバチ使うことなくね。一応爪だけのブロックは持ってるから行っちゃっていいか。バケツ分ぐらいはあるだろ。お前バカじゃない？お前やめて、本当にやめて、それ。本当にやめて、絶対動くなよ。あ、違う、食べちゃうんだ。しかもないし。おー、2個目。よし。あれ、ピラミッドって鉄ない？結局村のゴーレム倒すのが一番早そうだな。これでバケツゲットできるから、あとは溶岩さえ探しちゃえば。ようやくのネザーだ。あったあったあった。よし、キモいのは村人に全部対処してもらうと。オッケー、これであとヒューチー石を作る。え、なんでこんな持ってる。作って着火とゴー。ネザーモブも取れるらしいから、がっつり取っていくか。
ファントム使っちゃえばいけるだろう。要塞早っ、要塞倒れ森で、エンダル討伐一応目標だから、エンダル討伐のためのものを集めてくけど、一応どっちもね、ブレイズもエンダーマンも取れるらしいから、ちょっと取るか。待って待って、あいつの声がする。やつも取れるんだ。あ、こいつやば、死ぬ。あ、待って、これがあるから普通に快適。ガストもね、捕まえられるらしいから、ゲット。 OK、 OK、 取れる。熱っ、やだ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 。あ、違う違う、出しちゃった。よしよしよし、ガストゲットしたから、これガスト召喚。おお、でかい。これは、あー、なるほど。一回ファント止めて、やばい、ちょっと待って。あ、いってー、こいつ俺が向いてる方向、例えばこことかに右クリックすると弾を撃ってくれるっていう、こことかに押すと俺の方に撃ってくるっていうね。先エンダーマン、じゃあちょっと見に行くか。こいつも捕まえられるから、ゲット。 OK、 エンダーマン。こいつ、あ、待って、しゃがみをギューイーンって溜めると、視点の先にワープするっていう。一回切り、やばいやばい、意味がわからん。今のところネザー組ボロボロなんだけど。ピグリン要塞が欲しい。あーたたたた、あれだ。でピグリンプレートがゲットできるから、ちょっとあんまり戦わずに捕まえたいな。あ、いた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 。あ、ゲットできた。オッケー。こいつは普通にピグリンプレートは近接強いタイプかな。ゴーレムとかと同じで。かな？多分。ちょっと待って、ピグリンプレートちょっと今見たら、金インゴと1個で交換が可能らしいから、ちょっと金を集めよう。金インゴとでピグリンプルートを出して、こいつに金インゴと渡すと、あ、インダーアイゲット。え、でもこれどっちの方が早い。普通に集めます。 OK、 13個あればとりあえず OK かな。これでちょっと近くに要塞があったからさ。うわ、なんでもういいのお前そこに。あ、要塞か。オッケー、ナイス。そうだ、エヴォーカー取るだけ取って使ってないから、エヴォーカーとピグリンプレートせっかくだったら使うか。こいつも捕まえられるから、えっ、あ、捕まってる。ブレイズにエンダーパールを右クリックすると、あ、エンダー前とか生まれた。あ、ほら、エンダーへ。これ投げるだけでいいのかな。違うな、多分右クリだな。2個投げると1個手に入るってことだから、普通に倒した方がいいわ。いけ、お前ら、そいつらぶっ殺せ。もう今回は俺はもうみんなに頑張ってもらうって決めてるから。オッケー、今何個だ。7。あ、12。オッケーオッケー。まあ12だったらまあ足りるだろう。ネザーのやつも全員捕まえたから、これで現世戻っちゃおう。でも作戦としては、まあ、降りてきたら結構ゴーレムとかでめった打ちにできるけど、浮いてる的にはガストとかでいけるから、まあ、別に遠距離も近距離も両方ともいけるね。こっちか。あ、ここの下か。待って、掘ってくのもあれか。忘れてたけど、もう俺掘れないんだった、この世界だったら。クリーパーで破壊していかないと。あるある、あ、近っ。よし、いざ要塞。まあ要塞1個くらいはハマってると思うから、まあ多分エンダーパール集めなくてもいけると思うけど。本当に今回1回も戦わない、掘らないでいけんのかな。あ、早っ。ちょっと邪魔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 。 OK、 ちょうどぴったりだから、よし、これでエンダー討伐いくか。こうしてクリーパーここ出してからやんないと。あ、でもなんかブロックの中いけんのか。 OK、 OK、 出れた。え、てか、エンドラさ、捕まえられる？さすがに無理。主力を揃えて、まあ、とりあえずガスト。これで、どうとか。え？なんか瞬殺されてんだけど。いった。これガスト召喚するときにもあれ、判定があるから、向いてる方向注意しないと。いけるか？オッケー、いいぞ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 、ガスト。一回全部エンダークリスタル破壊するか。難しいな、ちょっと。あ、降りてきた。いけ、ガスト。あ、いいぞ、いいよ、いける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 。普通にガストで倒せそう。あ、食われちゃった。一回ファントム先に出して宙に浮いて、そっからガスト出せばいいのか。これで
エンドクレスラー沸かしよう。あ、オッケーオッケー、超楽。オッケー、ナイスナイスナイス、オッケー。あと2つ、オッケー、全部沸かした。これでさ、お前捕まえらんない？あ、待って、 HP が高すぎて捕まえらんない。削れば捕まえられんのか、お前。来た、降りてきた。いけ、よし、ゴーレム隊、いけ。待って、ガス入ってる、ガス入ってる、ガスいけ、ガスいけ、やれ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 、いいぞ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 。面白くなってきたんじゃないか。今まで集めたモブ全部出しまくろう。ユニプリート出して、狼も出す。エボカ、お前なんだかんだ俺一回も使ってないな、ごめんな。オッケー、降りてきた。で、ちょっと貧血のやつで一回見たいな。お前らちょっと戦え、いけ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 。え、弱っ。ちょっと待って、ガストぐらいしか頼れるあれがいないんだけど。じゃあガストいけ。ガストぐらいしかダメージ入れらんないな、こんな集めたのに。ファントムに乗ってガスト出す。よし、空中戦闘行こうじゃないか、エンダードラゴンさん。夢の対決じゃないこれ。ネザーの王とエンドの王。あ、いけるいけるいける。どんぐらい削ればいいんだ。まだ HP 高いよな。ポケモンで言うともうちょっと削んないといけないよね。これもうお前くつろいでんな、随分と。もうやる気なくなったんか、攻撃通んないからって。いけるいけるいける。どうだ、まだ多いか。一回試してみてもいいな、ボール。よし、エンダードラゴン捕まれ。あ、まだか。え、死なないお前もう。来た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 。ガスト召喚して。あ、普通に伝説のポケモン倒しちゃいました、僕。ああ。オッケー、まあ、別ルートかもしんないけど、まあ一応エンドラ倒し成功ということで、エンドラのちょっとボールだけ番外編として出しちゃおっかな。あ、やっぱあるわ。これだけ最後。ほい。うわ、すご。あ、乗れるし。あ、かっけえ。あ、すげえ。で、次の方はね、鶴太郎さんという方で、建築の方で、もうハイパー建築うまいんで、ぜひ概要欄から見てみてください。これで合ってるかな。見てください。え、なーい。ひのチャンネル登録してね、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 ひのチャンネル登録してね。